はい、最後3本目です。元ですね、元職、元内閣総理大臣様のとあるツイートをって言った時点で誰のツイートか分かると思いますを紹介したいと思います。読みますね。先月末に前川喜平主査この時点で笑うんだけどさ、寺脇健副主査のもとに次の日本への教育会議、次の日本への教育会議、大事な会議がありましたを開きました。世界にも遅れを取ってしまった日本の教育を一人一人の学びに焦点を当てて抜本的に見直し、提言し、実行に移します。第1回は前川、寺脇両氏のもとに、首都鳩山からですこれ、ね、趣旨説明を行い積極的な議論を開始してました。はい、鳩山幸雄さんのツイートでありました。笑うよね。いや、3つぐらい、とりあえず自分のパテントだけ3つぐらいだけどさ、何よりも問題なのはさ、前川ってお前後ろから前川だよな。お前前文科省にいた時何あらかしたよ。お前なんで今お前ただの一般人になってると思っとんじゃって、ね、ご存知のない方にも説明しますと、調査と称して貧困調査と称してガールズバーに入り浸ってありました。素晴らしいですね。はい、素晴らしい調査活動です。感心いたします。拍手を送りたい。素晴らしいですね。で、そんな、女子生徒たちと戯れておった前川喜平氏と時代の教育を、え、そんなやつに任せられるわけねえだろっていうツッコミがね、もうね、いや、言い方は、いや、一応前川喜平さんに言い方悪いかもしれないけど、いや、ぶっちゃけそこらのキャバクラに入り浸ってるおっさんと一緒だよね。その人たちに、これからの時代の教育を考えましょうっつって呼びつけたのと一緒だぞ、鳩山さん。それを主催してどないすんねん、あんたって話。うん。でももう一つはさ、実行していきますって言ってけど、あんたらに実行権ないから。実行す、せめて与党側にいないとさ、実行、だって、行政も立法も持ってないんだよ。実行するためには、法律とかルールを作んなきゃいけない。当然、立法しなきゃいけない。別にそれは条例でもいいよね。せめて、党とか、県とかの議会議員の人たちがいて、それでこの法律を通すぞ、この条例を通すぞって、規制を上げれるくらいじゃないと話にならない。で、前川さん、今あんたじゃ無理だよ。せめて文科省自体のあんただったら、実行できたかもしんないけど、今となっては、つまはじきくらって、戻ってこうってもんなら、そそかんくらうだろうよ。ね。だから、あんたらは、会議開くだけ時間の無駄です。金の無駄です。はい。そうですね。やるのは自由だけど、息巻いて、こう、息って、こういうところに出てこない方がいいよ。帰って笑い物になるだけだから。鳩山さん、もう、自分がこうやって言えば言うほど笑い物になるって、分かってないのかな。いろんなとこからツッコミのツイート来て、記事になってるって、注目されて楽しいのは分かるけどさ。でも、笑い物になって楽しいって、それ単なる芸人だからね。うん。それだったら、吉本でも入ってさ、漫才やった方がさ、ウケるよ。政治、元政治家っつって、元政治家の漫才芸人ですっつって言って、舞台立ってみなよ。そしたら、おひねりぐらい私投げてあげるから、それで我慢してくれると嬉しいなって思うことで締めたいと思います。ありがとうございます。